ということで皆さんどうも、飯原のエリチでございます。ぷよくよ実況第223回ということでね、今回トレジャー収集は、え、じゃあトレジャー見つけ隊の方やっていきたいなと思います。で、なぜこの画面になってるかというと、あのイベントのボタンをポチッと押したらこうなったので慌てて撮影を開始しました。次は白い雲、青い海ではなく、あ、そういえばやっぱりなんで遺跡、リンゴ私が払ってたんかい。泣き止めのしなかった。ミノタウロス。まあこの辺はもう飛ばすんですけどね。ということで、トレジャー見つけ隊やっていきたいなと思います。チーズを集める。サポーター普通にギルド外でもいけるのね。チーズを集めてボスに挑むってこと？それを何回か繰り返すってこと？なんかちょっとめんどくさくない？それ。これやる気が80とかあるけど、これどうなんやろ。ちょっと謎が深まってるんですけども、ちょっと待って、マイクの線が、ちょっと待って、質問箱開けるの忘れた。よし、じゃあちょっとやりながら、まあ、質問箱一つだけなんですけど返したいなと思います。じゃあ、ただいま質問がこちら。ちょっと待って、ボリュームでかくない？大丈夫？あ、大丈夫だ。有名ね、あのね、これ、単刀直入にね、行っちゃうとね、公式絶対え、絶対っていうか、まあ認められるっていうのが記憶上ではそうなってるね。あの、動画自体でちょっと夢も一つあるんですけど、それが、まあ、10万人ですね。銀盾目指し行きたいよ。そんなコントが今の夢。それ以外だったらね、別に今なんとも何もないんだ。なんかこれやりたいとかあれやりとか全然思わないからさ、今の段階で言えることは、まあ公式に認められたいが出てっていうのと、あと10万人行きたいよっていう、みのさん、80でやってこれはどうなんのかがちょっと気になるんだけど、震えちゃってるよ。お宝効果40、チーズ獲得120、はい、
とトレジャーボス次集めた地を使ってトレジャーボスに挑戦しよう。謎たちを突破する。で、先ほど大学キャセルを大々目に与えられない特殊ルールで、謎たちにあるデッキで挑もう。今回は赤ぷよ合計4個消すべし、青ぷよ合計12個消すべし、3連鎖以上すべし、黄色黄属性のみのデッキはチャレンジできないよ。黄色ドームなしか。増えていくか。じゃあ、50でいっとる、報酬が上がるのか、へこれ何の額やったっけ。音楽なんだけど、なんじゃろ。これ初の音楽かな。ちょっとわからんわ。あと2個とあんげあわれね、なんでやねで、続き3連鎖でしょ。あれ、これどっか聞いたことあんな。これどこだっけ、聞いたことないっけ。あれ、もうやだ、わからん。今回また新しい BGM も出てきたな。中辛、ちょっと待って、デッキルールはなし。8個以上の同時消し、大連鎖チャンスを成功。紫ぷよ合計12個、おジャンボぷよ合計4個消すべし、ミルクぷよ合計4個消すべし。となったらスキルが使えないので、ローザテさんに行きましょう。地図70個持ってるけど、どうじゃろ。あ、100で挑むやから、ちょっと集めてきます。戻るボタン押せばよかった。よし、ちょっと集めてきたべ。で、ちょっとね、下のデッキを
初代にしました。シズさんが外れてるけど、まあ知らねえ。で、これが8個以上の同時消し。はい、次が何だっけ、大連鎖チャンス、ありがてえ。ここですね。チャンスピンは発掘のとこかんかなかと思ってた。かんだしな。で、次が何？紫ぷよ、合計12個消すべし。はい、あれ、これなんかお宝リスだっけ、お宝ポプリスだっけ、なんか出てくるとか言ってたの。そういえば、え、どんなとこで出てたっけ、なんか忘れたわもう。なんか出てきたっけ、なんか何が出てきた。もうそれすら覚えてないんだけど。お邪魔ぷよを消すのと緑ぷよやんな。これじゃちょっと火力が出せないんですけど。終わったわ。全て。おう、85で聞き方が30からで、これが何ポイなんの。適当でいいわ。150集めてくっか。210枚に早速いきたいなと思います。日記の属性が2属性以上でチャレンジできる。あよぷよ合計16、黄色ぷよ合計8、紫ぷよ合計8、赤合計10、緑合計10。10個以上の同時消し、2連鎖以上で同時攻撃、3連鎖以上おジャンプ合計6個。おー、いきますか。青ぷよ合計16かけすべし。なんか変に添えてた気がするけど。攻撃されるターンまでちょっとさ、この謎かけ破壊できへんかったらどうなるんだろう。それもちょっと気になるな。
両方とも5個ずつになっちゃったんやけど。っていうかこいつ知らせるじゃん。その当時はお世話になってたシルスルさん、まあ、体力薄いのかなーなんてなければね。赤と緑を合計10個。赤が消せね、あ、消せる。しかしちまちましか消せないんだけど大丈夫かなこれ。これは間に合わんな。結構火力高いな。おい、なるほど、それがあるからもう早めにやらなきゃいけないっていうことか。なる。あと10個以上。あ、ヤドリ消し。1、2、3、4、5、6、8個。こうしよう。ボスで3連鎖以上とオジョマプヨ。まためんどくさい中ところに配置したな。おい、これであと1個いけるかな。なんかお邪魔不要の光景残ってる合計かけるな、これいきそうな気がするな、これ。体力自体はそんなに残ってはないんだ。取り込む。しないのね。なるほど。で報酬がこれどんな感じ。ああ。え、ワイルドさん効果できるの。でもめちゃめちゃ高いな。報酬はここでもらえるから、別にいらんとだったらいらんで、ほっさらかしにしてもいいんか。あー、うるわしのルルは持ってるから、まあ取れたら取りたいって感じかな。ただね、これ
個人の感想をちょっと言っていいですか？全部終わって、やっぱこういう報酬を分けるのはちょっとねまあ多分この前のとことんの塔だっけかな、あれが改良されてめちゃめちゃやりづらくなったっていうのがあったんだけど、まあ、それと同じような雰囲気は漂ってるね。この超激辛にそのまま特攻で生きることができないから、周回がものすごくめんどくさい、その印象が受けた。だって地図集めてからこっち行くってんだい、ちょっと回るのがめちゃめちゃめんどくさいと思うんだ。あ、できたらそういうのはなくした方がいいと思う。やる気消費の方がやっぱり収集一遍みたいにその方がいいと思うんだよな。だからなんかすぐなくなりそうな気もする。このトレジャー見つけたい。ちょっとそんな感想です、個人の感想ですが、みんながどんな風に思ってるかは知らないけど、うちはそうちょっと思っちゃったって感じですね。はい、ということで以上で終わりたいなと思います。今日の1日間に合わっちゃう、考えるいらねー。あ、それと本当はね、昨日の動画なんですけども、撮影とかマイクの設定が間違ってた方でちょっとお話をしてたことがあって、で結局次のミスしてそれを再収録した時は言うのを忘れたんですけど、この混ぜ混ぜ召喚ですね、実はこれ使えるんですよね、1回分。誰かというと、こいつとこれとこれの3枚になるんですよ。他ね、今残ってるこのフェスキャラたちは星の中来た時に素材として使用できるっていうのもあって、保持とか置いてあるんですね。てかニャンコなるのがね、あと1枚くればね、もう星の7化できるっていう状態に陥ってますけども、他のやつはまだ星7にしてないから置いとこうということで使ってないんですよね。で、星の中してまたダブルできちゃったのがこの3枚なんですよ。これで引いていいのかどうかっていうお話なんですね。まあ、実際合体ラフィソル強いからもう1枚作ってもいいんじゃないかっていう話はあるんですけども、そこはねちょっと考えものなんで、ちょっとリスナーの意見考えてみたいなと思います。ね、このちょっと待って、隣の選べる混ぜ混ぜって何、なんか追加されてるんだけど、謎。まあこんな感じ。あとサマーフェス、サマチ系の方なんですが、これちょっと今日中に決めたいなと思うので、明日引くか引かないかの撮影をするかどうかの決定をしたいので、今日中に見たいっていうコメントが、見たいっていう人がいればコメント、もしくはこちらの BBS の方にちょっと書き込みをお願いします。今日ってか明日のお昼時間、明日の朝までにします。起きてなかったらもう個人で引くのでご了承くださいませ。
と、まあ、今回以上で終わりたいなと思います。ということで次回なんですけども、ちょっと早めに撮影をしちゃったので、あ、9月のイベント、またコラボイベント来るのか。冬オータムキャンペーン、あ、オータムか、協力ボスイベントで来るのか、でコラボが来る、それが9月の2日に発表されるっていうことか。あー、なるほど。ということでちょっと分かんないんですけど、日曜はサマフェス、サマチケを投稿するか投稿しないかはちょっと決まり次第 BBS の方でお知らせします。ということで以上で、ね、終わりたいと思います。トイちゃん見つけたいは自分の中ではちょっと面倒くさいという印象を受けました。ということでご視聴ありがとうございました。また次回もお楽しみに。バイバイ。君と終わらない